健康な組織細胞。私たちの体の細胞の細胞膜を通り組織細胞の中へ入りますと、分子を含む多くの元素が存在します。これらの元素は外壁の電子によって他の元素と化学結合し分子を形成しています。通常の環境下でも低質な食生活、汚染、薬品、放射能、ストレス、怪我、老化、感染などの原因により細胞内で酸化が起こってしまいます。酸化が生じると元素をつないでいる電子の一部が化学結合から離され、分子は共有電子を持たないフリーラディカル、またはフリーラジカルという極度に不安定な状態に変形します。酸化を引き起こす要因、低質な食生活、汚染、薬品、放射線、ストレス、怪我、老化、感染、起こりうる病気としてがん、心臓病、関節炎、自己免疫疾患、その他90種類以上の病気が挙げられます。このフリーラディカルは健康な正常分子から電子を奪い、さらなるフリーラディカルを生み出します。さらに DNA 遺伝子内の分子までも損傷されてしまいます。損傷した細胞はフリーラディカルを撒き散らし、周囲の細胞にまで酸化ストレスを与えます。そしてがん、心臓病、関節炎、自己免疫疾患、 AID、 その他90種類以上の病気に発展すると言われています。この極度に破壊的なプロセスを予防または反転させるには、体内にフリーラディカルと戦う抗酸化物質の分子が常時必要です。抗酸化物質分子は電子を余分に持っており、その余分電子をフリーラディカルに供給することでフリーラディカルを中和することができます。抗酸化物質アンタイオキシデントは血管を通り体内数箇所の破損した細胞へ供給されます。抗酸化物質はフリーラディカルに電子を供給し、安定した正常な分子に戻します。そして余分な電子を持っているため、電子をフリーラディカルに供給しても自身はフリーラディカルにはなりません。頻繁に種々の抗酸化物質を摂取することで酸化プロセスは縮小し、老化防止はもちろん、がん、心臓病、自己免疫疾患や糖尿病などさまざまな病気を予防したり反転させることさえも可能になります。